お時間いただきありがとうございます。もう10分で短いので、早速始めますね。まずは弊社と私の自己紹介をさせていただきます。弊社がネットショップ総研と申しまして、ネットショップの、その名の通りネットショップの総合研究所として、ネット通販の黎明期から売るための研究、分析、実践を様々に続けてきて、ネットショップ様のサポートをしてノウハウを蓄積してまいりました。で、実績としては楽天 MVP7 回、ヤフーコマースパートナー認定だったり、累計2000社以上のクライアント様をこれまでにサポートしてきてまいりました。こういった業界では最も古株で、おかげさまで14期目を迎えております。で、弊社の主なサービスは2つで、一つが運営代行とコンサルティングサービス、もう一つコンサルティングサービスです。で、運営代行は配送やお客様対応以外の売るための戦略立案とか施策実行、頭使う部分と、あとはサイト制作とか LP 制作などの手を使う部分、両方を行っております。で、コンサルティングの方は手を使う部分以外、頭を使う部分ですね、戦略立案だったり分析だったりを行います。これが、弊社の紹介で、私の自己紹介させていただきます。私が幅高めしと申しまして、ネットショップ総研の、e コマース事業部の部長をやっております。私学生時代から雑貨とか玩具とかいろんな EC ショップの配送から撮影、サイト制作とかまるっと、行っておりまして、まあ、この経験からいろいろ活かせないかと思いまして、2015年にネットショップ総研に入社しました。で、同じくネットショップ総研でも自社ショップ、オリジナルショップからモールまで、様々なコンサルとかデザインとか、まるっと対応しております。で、私の実績としては昨年2月に、これ結構取るのが難しい楽天ショップオブザマンス獲得をしております。はい、以上が私と弊社の紹介となりまして、提案内容といたしましては地方事業の EC サイト立ち上げや運用サポートというのを考えております。はい、新型コロナウイルスの蔓延によりまして、さまざまな企業の EC 化が進んでおります。その中で地方事業でも EC 化のお手伝いができればと思い、提案いたしました。EC の成長度合いや、必要性は皆さんおそらく日々のお買い物やニュースで実感されているかと思いまして、コロナウイルスが蔓延した2020年では、EC 市場は 20% 以上の、伸び率で、これまでの通販全体では最高の伸び率となりました。で、そんなホットな EC の中で、弊社でも地方事業様の、サポートをさせていただいておりまして、一つが和歌山県北山村というところの公式ショップ、蛇腹村様ですね。というところでやっております。どんなショップかというと、北山村の特産物、ジャバラっていうこういうレモンみたいな果実とその加工品を売るショップでございまして、ジャバラは花粉症への効果がある柑橘で、ただその花粉症のサプリ以外の売り上げが上がらないので、こういったドリンク、飴などのコンサルをしてほしいという依頼を受けました。こういったもののコンサルと LP 制作などを行ったりしまして、もともと購入率 1% から 3% だったのが、改善後倍以上の 8% から 16% になりまして、売上も同じく3倍近くまで伸びました。さっき言った楽天5万店舗以上ある中で 10% しか選ばれないショップオブザマンスというのを受賞いたしました。その他にも、大三島って言われる神の島と呼ばれている愛媛県の大三島の、みかんショップ屋さんも、コンサルいたしまして、ここも楽天の5万店舗の中で 10% 以下しか選ばれない優良ショップという受賞しております。そんな感じに、地方事業様のいろいろお手伝いさせていただいておりまして、では実際にどのように EC 立ち上げ、EC サイト立ち上げていくのかっていうこと、必要なことと、あとどれぐらいの期間かかるのかっていうことを、説明していきますね。EC サイト立ち上げには主に3つのフェーズがあります。これですね。1個、2個、3個。出店先や、倉庫を決める、まずこれ、事業計画フェーズっていうのがあります。これで1ヶ月とか2ヶ月くらい。次に、戦略コンセプトを作成する戦略計画フェーズ。まあ、これも1ヶ月から2ヶ月くらいですね。で、次に、実際にサイト立ち上げを、と運用をする、実行、運用フェーズですね。っていうものがあります。まずこれ説明しますと、もう少し。事業計画フェーズでは、市場調査とか競合調査、ターゲティング、つまり顧客層を調べて、勝ち目がありそうなのかとか、規模感がどれくらいか把握します。
そしたら在庫を確保したり倉庫選定、配送業者選定とか、あと、自社オリジナルサイトでやるのか、それともモールでやるのかだったりの、選定を行っていきます。これによって EC サイト立ち上げの土台ができてきますね。でこれで1ヶ月くらい、やっと次、戦略計画フェーズになりまして、ここでは市場調査などを行ったところからサイトコンセプトを作ったり、まあ、差別化できるポイントを考えていくことと、それを切り口にプロモーションを考えていきます。どんなプロモーションがいいかっていうのを、新規獲得用、リピート獲得用、ブランディング用の、広告だったりを、こういったリスティング広告とかアフィリエイト広告とか、そういったものでマッチするものを考えていきます。でそして EC の次は何といってもやはり、各数値が分析できることなので、分析ツールを入れていきますね。まあ、有名なのは Google Analytics とか、多分聞いたことあるんじゃないかなと思うんですけど、そういったものを取り入れていきます。そしてやはり EC は、商品の MD 組が命なので、EC はそのどうしても実際に手に取らないと商品がわからないっていうことがあるんで、その不安を払拭するためのお試し商品とか、それを皮切りに買ってもらうリピート商品、セット商品なども考えていって、どんどん売れる仕組みを考えます。そしてあくまでこの時点での、目標値を決めていく、目標売上を決めていったりしていきます。これで事業土台と戦略ができて、やっと、サイト立ち上げに必要な作業をしていく感じですね。で、そこではサイト立ち上げに必要な採寸、撮影、テキストの捧げ業務を行ったり、LP 制作だったり、サイト制作だったり、SE を考えて、サイト制作します。で、やっとサイトリリースですね。ここまででだいたい3ヶ月くらいかかるかなというところ。で、そこからやっと運用になっていくんですけれども、まあ、EC の運営では日々の受注発送業務だけでなくって、売上アップするためにも季節商戦、母の日とかバレンタインとかお中元とか、そういうものの戦略を考えたり、特集ページを作っていったりしますね。で、あとは、まあ、そういったものをお知らせするメルマガとか、広告運用をして、で、まあ、お客様、リピーターが生まれるようになるために、人気商品を一つだけじゃなく、いろいろ作っていく。それと新商品も開発して、で開発したら次はそのページが、本当にいいページなのかどうかっていうものの AB テストを行えるツールを使ったりして、どんどんブラッシュアップしていくってことですね。っていうことをやっていきます。こういったフェーズを踏んで、まあ、半年から3ヶ月とかで、制作していきます。で、まあ、EC サイトを立ち上げにはかなりこうマーケティングの専門的知識とか、サイト制作のための HTML の専門的技術が必要なんですけども、弊社では、まあ、まるっと行っておりまして、この倉庫や配送業者などの除いて全ての、フェーズで、まあ、制作提案だったりができますんで、まあ、もし阿波様すいません、あの持ち時間が10分となってまいりましたので、はい、まあ、この後もいろいろ予定があります。ここで一旦、まあ、お時間は終了ということでよろしいでしょうか。はい、大体説明できました、はい、それではこの後あの限られた時間なんですが、会場の方から今のところでご質問があればちょっと頂戴したいですが、いかがでしょうか。はい、どうぞ。また後日ね、こちらの企業様とご連絡取っていただくのは全然構いませんので、今何かこの場でということがあれば特に大丈夫そうでしょうか。オンラインの方の方はチャットとかって書き込み来てますか。来てないです。来てないです。はい。はい、それでしたら、時間、はい。まだ来てないですね、チャット。来てないですね。はい。はい、それでは、まあ、これをもって、お時間は、幅様終了となります。どうもありがとうございました。はい、ありがとうございました。はい。